はい、どうもこんばんは、ちちりです。というわけでやっと届きました、ゆるキャンのりんちゃんの焚き火グリル、ショーズの B6 ね。いやー、これもう全然手に入らなくて大変だったんですけど、1月から発売されて、もうネットに出た瞬間数十秒、30秒以内には全部なくなるのね。もうクリックするのが遅かったらもう全然手に入らなくて、1期2期3期4期全部落ちて、で最後受注生産になったんですよね。で受注生産になって1500台ほど、なんかもう売ってませんけど受注があって、で最初のロッドで届きましたけども、開封していきたいと思います。いやーよっ、おっと、念願かなって、やっと手に入った。もう可愛らしいやん。ちゃんと専用の袋もつくのね。よいしょ。で開封していきたいと思います。おー、これか。やっぱり B6 っていうだけでちっちゃいよね。これ、なんか宝物みたいなんて使うのもったいなくなってきてへん。そんなことはないけど、あーすごいね、富士山がちゃんとバックで映るんだ。へー、すごい。よ、見える？こんな感じ。それでセットするとこんな感じですね。他のに比べても、まあ B6 サイズなんでほぼ一緒かなとは思いますけど、ただ重さがね、やっぱ重たいかな。よいしょ、測ってみようか。で見える？見えんのかな。1100g やね。1100やね。 1.1kg で、こっちが新しい方だっけ、こっちが古い方が768、新しい方がちょっと重たいのかな、やっぱり760、あんま変わらんね、まあヘビーロストルある分。ヘビーロストルがある分やっぱり重たいかなとは思います。それでは組み立てていきましょう。よっ、これが重たいんだよね。しっかり、すごいしっかりしてるけど、鉄板分厚いから。よいしょ、こんな感じかな。よし、あとは背面は1枚余分についてるので、前面にちょっと、こんな感じかな。あ、違う。さっきロスト入れないと。よいしょ、やって、よいしょ、これで開くよね。隅くぐれるからすごく便利。よいしょ。んで、このプレートは多分取っとくと思いますけどね。よいしょ、こんな感じかな。でロストルを置くと、しっかりした焚き火台になりました。いや、こじんまりしてていいけどね、すごく。うん、使い勝手はいいんじゃないかなとは思います。いや違う、今まで B、ショーズの、
これをあの B6 くんを買おうと思ってたんですけど、このゆるキャンが出るっていうのを聞いたから、それまで待ってたんですよね。そんでなかなか当たらず今まで待ってたんですけど、よいしょ、ちょっと比べていきましょうか。これが、キャプテンスタッフの旧型ね。旧型で、まあ、ここが一つしかないのね。墨受け。よいしょ。で、ここもカタカタするんでね、こうガタ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 するのね。で、網で。まあ、こんな感じですね。旧型はね。で、新型は、よいしょ。なんとね、墨受けの高さが変えれるようになりました。もう、どう見たらいいね。こうみたいに。ここ、1個、2個、3個。墨受けのところが段が上がるようになりましたね。真ん中がちょうどあの固定位置ですわ、いつもの。で、ここに切り欠きが入ったので、これを置くことによってバタつきがなくなりましたね。なので、まあ、網使うときは逆にして、網を入れて。だいぶ高さ違うよね。この高さの違いって大きいんだわ。これだけ違うもんね。うわぁ、バタ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 。もうここにクリップ挟むっていうのも手なんですけど、こっちはしないもんね。で、この高さの違い。ちょっとなんですけどね、この高さ、もうこれだけで炭の焼けるその火力が全然変わってくるね。こっちの方が遠いから、まあ要さん炭入れたらいいけどね。うん。でもこっちの方が全然使いやすい、新しい方がね。でここに B6 が来るわけでしょ。うん。可愛らしい。めちゃめちゃ可愛らしい。普通に網はまあなかったんですけど、五徳がついてるので、こうかけてみたり、こうかけてみたり、どうにでもできますね、これも。うん。ここに網置くなりなんだり。まあまあ、どれで焚き火しても、焼肉焼いても一緒ですけど、雰囲気の違いかな。でも、このヘビロストロはやっぱり好きですね。サイト、こんな感じになります。まあ、焚き、次、キャンプ行くまでまだ時間が、まだ暑いからな。なかなかキャンプにも行けないんですが、次のキャンプでまた使いたいと思います。では、お疲れ様でした。